お疲れ。お疲れ様です。俺の髪の毛の誕生に集まっていただいて皆様ありがとうございます。まあ昨日ね、ビールの、あの4000円のビールの動画を撮っ、あのみんな見たと思うんですけど、今日このアルコールチェック、これ7000円か8000円ぐらいかな、ソシアってなんか結構いいやつらしいわ。結構、うん、アルコールチェッカーで有名で、はい、まあ、あの昨日の動画見てもらったら分かると思うんですけど、まあ俺ってあれ1本750でしょと、まあ瓶ビールが1本かな、500ですね。あのあれ、はい、まあ、均一で割って750で、はい、1人150ずつぐらいかな。そうですね、うん、で、 いやでもそれ多分グラス大きいんでめちゃめちゃ上がってますビール結構売れてたでしょ。これぐらいですね。いや俺青ばかったんで、ね、最初は青ばかったよ。でこれでアルコールチェックってどれぐらい出るか、ちなみに俺もうずっとカバンに入れとんの。もう俺タクシー移動よ、アンド運転手移動だもんね。俺は運転したことないけど、もう俺クラスになっちゃうと、はい、僕もすでにすんだよ。もう最近分かるわ、なんかカメラ見てたらお前何アプリしろじゃんこのガキ、ほら、うん、またお前、お前編集欄こう、あ、しとるだろこの周りしてないって。噛むなよこれ、ね、ほらてめえこのハゲジジイとか言ってたの。あいつの指みたいな分かるじゃんこれ。そうそう、全然分かる。で、ちょっとまあね、まあ印象は絶対いかんことだけど、まあいろいろな意味で、はい、カバンに一つの入れとってもいいんかなって思う。まあ、じゃあ人車もいかんね。人車もダメですね。三輪車もダメですよ、ただし、うん、三輪車ラッパーって言ったらバンス、うん、で、まあ俺はカバンに入れてる。まあ、俺はまあタクシーとかそういうので移動しろけど、もちろんね、飲酒なんかしないけど、まあカバンに一つ入れとるんで、まあもうたとえ7000円、8000円でこれ買えるんなら、どれぐらいで出るか。でも精度っすよね、そこで。そう、どこまでいいかっすよね。じゃあ俺ちょっと最後にしようか。じゃあ、はい、もうみんな飲むよ、一人ずつ行こうか。僕、でもほんとこれぐらいじゃないですかね。あのシャンパンしか飲んでないよ。シャンパンとかのビール、4000円のシャン、でも 10% で100g ぐらいだよな。そう。で、どれぐらい出るんだよな。はい、うん、やってよ。0.00 ですね。0.00 0.00 0.00 0.00 で、さっきからだって15分ぐらい、10分ぐらいしたんじゃないの。経ってないです。ちょっとこれ飲んどって、で、これで 0.00 5って何秒か経って秒数か、で、5ってなったらフルってかけるよ。かけなかってないだろ。かけなかった。お前もう酔っ払ってんのか、お前。やばいぞ、お前。6、これも秒数だから、うん、これがもうピッてなったら隣の5に移るで、フッってこういうの。ちゃんと5なんかやった？ 0.08 です。0.08。 まあ、じゃあちなみにこれ出しとるんだわ。 0.04 爽快感、爽快期量があるな。瓶ビール、中瓶1本、あ、日本酒1本、イチゴ、ウイスキーでも 0.0 いくつだったら酒呼びで捕まらんだろう。 0.0 いくつだったら確かホロ酔いだったと思うんです。でもイチゴ飲んだらヤバいですよね。あの酒呼びでいつで捕まるの。 0.25 までが酒呼びですね。あ、 0.25 です。あ、 0.2 今いくつ。 0.08 です。あ、捕まるのじゃん。酒呼びで捕まる。一応捕まりますけど、10とまだ免停ぐらいです。あ、でも捕まると思った。で、どんなに飲んだ。でも半分もないぐらいです。あの何そのさっきのビールしか飲んでない。はい。あの朝日飲んでない。飲んでないです。あ、そんでも捕まるな。飲酒ではないってことか。飲酒が一番重いんですよ。 0.25 そんなこと分かってるよ。いや、違うです。飲酒式呼びだろ。飲酒式呼び、ほろ酔いがあって、なんか、あ、ほろ酔いもある。ほろ酔いもあるんですか。え、飲酒っていうのがもともと飲酒運転が全部飲酒運転なんですけど、酒酔い運転が一番ひどいんですよ。あ、酒酔い運転が泥酔状態の 0.25 以上。0.25 以上だと、もう、受ける待遇っていうか、罰が違うんですか。確か、そう、多分3段階になってるみたいな、罰が。そうですね、って言ってました。5、4、3、2、0.45。 はい、現行犯逮捕。もう酒酔いです、確か。あ、酒酔いだと一番重かった。一番重い。どんだけ飲んだよ。お前一番飲んどるだろ。僕でもあの一杯と朝日を2杯ですね。これぐらいを2杯です。あ、朝日。はい、そんな言ってないでしょ。俺1杯しか言ってない。朝日、僕2杯飲みました。あ、ほんで何パー。 0.45 っす。4杯だって完全飲酒だろ。逮捕じゃないって。別に0.4は逮捕でしょ。
0.4 は逮捕じゃないんですか。別に逮捕じゃないですよ。いや逮捕じゃないですよ 0.4。 なんで逮捕じゃないでしょ。あ、そのまま刑務所にいられるってことはないけど。ない。飲酒運転だろ。飲酒です。飲酒運転ってことは逮捕だろ。まあもう、まあ、そう刑務所ではないってことですか。まあ、でも何パーセント以上だったら刑務所入るってこと。そうです。それ気になりますね。いや、ないんじゃないですか、それは。まあ、多分それはないと思う。あ、そうなんですか。多分あの、入るか入らんかってことでしょ。刑務所の。そうそう、逮捕されるか逮捕されて捕まって中入るか。じゃあ何パーセントで逮捕されたら。いや、ないと思うんですけどね。別に牢屋にはならんのですか。いや、ちょっと逮捕って言ってたから。あ、そういうことね。逮捕自体は飲酒はないってことね。ないと思うんですけどね。あ、それで人とかを引いたりしなければってことですか。そうです。あ、そういうことか。人を引いたら逮捕になるってことですか。いや、僕そんな聞かんでください飲酒運転は前回になるでしょ。前回にはなるんです。逮捕はされない。罰金刑かな。罰金刑です、逆指定だから。懲役刑じゃない。払えなかったら懲役なんじゃないですか。あ、そういうことか。ゴーになったな。ちょっと下口ちも言ったら。ゼロ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 点ゼロゼロ。正直3口ぐらいしか飲んでないです。あ、最初に入れたやつのそのままのグラスだ。そのままのグラスです。はい。で、いくつ？ 0.00。0.00? なんで今ちょっとエロい感じで言ってきた。レッツ。やめてしい。エロ狙ってないから、エロ。マジで？なんて言うの？お前。はい。お前、お前。おい、お前、お前、謝れて。じゃあ、おい、誰に言ったのか。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 僕行きます。いや、だから順番だもん。こー、やばいぞ。お前ない、まだ朝に飲んでないだろ。朝、ちょっと飲んできましたよ。あ、一口飲んだ。あの、飲みました。一口だから、これ一杯と。おまけ、おまけ。ろうそくじゃねえから、お前。いくついくつ。 0.68。 0.? 僕お前じゃあ数字の見方、お前数字見えんなら俺が見たら 4K だす。嘘つきな、ちょっともう一回言って。 0.68? 0.68。 いや、お前違う、俺が行けって言ったらいいよ。5、5、4、3、2、1。行け。0。筋見えか、頭ありか。0.15 だろ。いや、多分壊れたんですよ、これ。壊れてないんだよ。だってさっき 0.68。 いや、まあ、じゃあもう一回。かける秒数とかあるんですか。5、5、4、3、2、1。肺が続かんす。 0.83、 ほんとだね。さっき言ってた 0.1? 0.15、 0.83。 映る？映れます。レイちゃんですよね。あ、これ結構いい加減な。何倍飲んでる？一番飲んでるでしょ。0.1 ですよ。お、0.1？ あの、2杯ですよ。あの、最初のと朝日1杯。1杯飲んだよね。もう一回言って。で、分解のパワーで、お前内臓痛みもんだな。いや、分解のパワー、俺だって結構飲んだんで、俺あんまり電話だったなって言ってることですよ。0.28。 あ、でもあんまり変わらん。さっきなんだったら 0.1。 そんなに変わんないですよ。ん？そんなに変わんない。あ、そんなに変わんない。お前めっちゃ変わったらもう一回やって。ゴールだな。1。体に持ってんだよ。お前体に持っとらん。お前絶対家で飲んできたの。いや、ショートケーキ飲んでるんで僕。ショートケーキ最後攻めました。お前絶対家で飲んできたの。昼飲んだの。昼飲んでました。飲んでるやねんか。こいつ今日なんか雨で現場中止だったらしいんですよ。いいっすね。昼から飲んで。は？昼キャバ行きましょうって電話で。昼キャバ行こう。本当に？はい、マジです。電話聞いた。セブンイレブンからアルコール持ってくもんで。もうマジで。ほんとだこれ。あ、好きなだけ。好きなだけ。あ、おいしかった。ガラスとこまい。ありがとうって言って。お前で飲んどんな。1ってもう結構やばいですよね。1やばいでしょ。もう血しれるでしょ。俺 0.1 だ。まあ言って喋ってるで遅くなったのもあるよな。
0.19。 0.19 かな、ちなみに。0.19 は普通に陽明詞って書いてある。何が書いてある？全然読めないよ。これこんなん分かれたの持ってない。明定期です。明定期、明定期結構おかしいってこと、酔っ払ってるってこと、何度も同じことを喋る。0.19 は嘘でしょ。いや本当。あ、じゃあ酔ってるってこと。何度も同じことを話す。あ、本当や、千鳥足になるって。ちょっとふざけんな。全然普通に普通に走るか、お前。これが明定期か。これが明定期か。あと最後にちょっとあの求人マッチングって今やっててさ、まあ300社人が出て、なんか今日なんかあれ知り合いもなんか出したりするんだね。なんかさっき言ってなかった、なんか、はい、あ、知り合いじゃないけど塗装屋さんか、なんか結構大きい塗装屋さんとかも今求人出してくれてるみたいで、そうなんですね。求人本当にまあね、あのまたアップデートも更新準備しとるんで、ぜひあのマッチングっていうかね、建設会社、もうどの業種でも出せないんで、その場合建設会社専門なんで、それ以外の人は出せないんですけど、建設会社の求人と外壁塗装 と、はい、塗装屋さんと一般の人、はい、これ本当に無料で出るんで本当にお得だと思うんで、まだこれサイトは今制作中、とりあえず業者さんだけで50社で、愛知県とかちょっとその有名都市だけとりあえず限定で今募集しとるんで、まあこれ全国に広げようと思ってるんですけど、ぜひそっちの方も登録もお願いします。お願いします。またねー。俺の言い方がなかったら気もかかったな。またねーみたいな、お前らの準備もするだろ。また見てねー。